こちら西友平岸店前に来ています。今閉店をした時間です。たくさんの人たちがお店の前に来て最後を見届けています。今年4月、イオン北海道に道内全9店舗を170億円で買収されることを発表した西友。このうち平岸店は昨日午後6時に閉店を迎えました。最後に本当にありがとうございました。ありがとうございました。出そうでした、はい、いやでも何回も利用しているのですごく思い入れがあったけど、もう最後に来れてよかったなと思います。いやもう本当悲しいですね。ことあるごとに利用していたのが、もう子供も大好きでよく通ってたので、もうなんか信じられないなっていう。昨日は平岸店以外にも福住店など4店舗が閉店。さらに今日は残る旭ヶ丘店など5店舗が最終日を迎えました。西友が北海道に進出したのは1973年。札幌を中心に一時は岩見沢市や滝川市にも店舗を広げ、最盛期は11店舗に。その後経営不振から2000年代には世界最大手の小売企業ウォルマートの傘下に入りました。毎日お得エブリデイロープライスを掲げ、プライベートブランド皆様のお墨付きは人気商品になりました。西友はこの後イオングループとしてオープン予定ですが、少し気になる点が。イオンさん多いので、近くにもあるので、もうまた同じイオンかなと思ったんですけども。こちらイオン札幌平岸店となる西友の目の前です。この通りをまっすぐ進みますと、イオン南平岸店に到着しました。時間にすると約1分半ぐらいです。非常に近い場所にイオンができることになります。11月9日に西友からイオン札幌平岸店へと生まれ変わるお店。しかしすでにある南平岸店とは徒歩でも10分程度の近さ。他にも西友清田店はイオン札幌清田店となりますが、すでにある平岡店とは車で6分ほどの近さです。イオンの店舗同士が近くある形、便利な一方で売上などへの影響は。流通業界に詳しい専門家に聞きました。シェアを上げていく、お客様への認知度を上げるということにもつながるので、大消費地である札幌におけるシェアはとことん上げていきたいというのが多分イオンさんの本音じゃないんでしょうかね。ライバルにとってイオンはとても怖い存在なんですね。イオンが増えるということは緊張感としてすごいんですよね。他社さんが多分仕掛けてくるということで、全体としての地域のサービスレベルは消費者にとって改善されるんじゃないかなと思います。ありがとうございました。この秋札幌のスーパー勢力図が大きく変わります。